皆さんこんにちは、大地です。コーチとして大切なことは何ですかとかね、コーチであるってどういうことですかとか、まあ職業柄そういうことよく聞かれるんだけど、と思ってね、一個質問しましょう。1年後のあなた、まあ、3年後でも5年後でもいいんだけど、いわゆるちょっと先の未来ね、あなたどんな風になってると思う？幸せになってそう、今より、もしくは成長してそう、私ね、1年後の自分がどうなってるかはちょっと具体的には分かんない部分もいろいろあるけど、でも、もっと成長してんだろうなと思うんですよ。だからもっとなんかこうね、いろんな人の気持ちが分かって、で、いろんな人に役に立てて、そして自分ももっとなんかこう自分のことが好きで、まあ、今だって好きだけど、でももっともっと好きで、なんか素晴らしいと思えるし、人も素晴らしいと思えるし、でもっと考えも柔軟になってて、もっといろんなこと躊躇なくできて、でどんなことからでも学べて、どんな人とでももっといろんなコミュニケーションが取れて、横の関係で、ってなってるんだろうなと思うんですよ。で、それすごい大切なことだなと思って、でね、もう一個はね、皆さんがもし1年後そんなに変わんないかなとか、今と同じ感じじゃないって言ったとしても、いやいやいや、そんなことないですよと、絶対絶対、皆さんが、私はなんかそうだといいなと思ってるし、なると思ってるし、皆さんがそうかもしれないとか、そうなりたいと思ったら、いや本当に素晴らしく変わりますよ、めっちゃ変わりますよと思ってるんですよね。で、相手のことも思ってるし、自分のことも思ってるんですよ。あ、まだまだ変わるぞとかね、まだまだポテンシャルがあるとかね、まだまだ発揮できるとか、まだまだ素晴らしいことが起こる、まだまだ幸せになると、でまだまだこう人とつながれると、まだまだ人に貢献できると、すげえ思ってるんですよね。なんかしなくちゃいけないと思ってるわけじゃないの、そういう可能性とか余地があるし、なんかそうなったらあなたも周りももっと幸せになるよとって思ってるのね。でそのことがすごいコーチに大切なんじゃないかなと思うんだよね。要は人に対して、いやまだ変わるよって言えるし、 でも俺だけ変わんないも変じゃないですか。俺は変わんないけどお前変わるは変じゃないですか。だから俺も変わるしお前も変わるよねって、なんかどんな人の前でも言えるっていうことじゃないかなと。でそのベースはなんか自分もすごい変われると思ってることじゃないかなと思うんですよね。だから言い続けます。あなたも変わるし私も変わる。でみんながそういう気持ちになって、俺も変わるしお前も変わるよって、絶対まだまだもう死ぬまで成長するからさとかさ、死ぬまでなんかどんどん人間って良くなっていくからって、でいろんなことあってもそこから学んで良くなっていくからって、なんかこう思えるこの感じがコーチに大切なんじゃないかなとか、コーチを支えてんじゃないかなとかってこう思う。今日はそんなことをお伝えしておきます。あなたも変わるし私も変わる、で、俺も変わるしお前も変わるよって思えるのが、なんかコーチのすごくベースなものの一つじゃないかなと。いかがでしょうか。参考まで。